こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。こんばんは、乃木坂46の井向直です。お願いします。お願いします。お忙しいですね。いや、井向さん誰がですか。平子さんの方が。いや、そんなことですね。いや、昨日も、うん、そう、番組一緒で、うん、別収録でしたけどね、うん、僕ら1本目で2本目に弓木さんの名前あって、私がメイクしてる最中ずっと見てましたよ。え、私がメイクしてる最中、あ、モニターね。はい、モニター見てて、ハルフィーさんがいるって言ってメイクさんと2人でつけて、うん、もうこっちに向けよう向けようって言って、テレビを向けて、こっちに向けよう向けよう、そしたら蝶野平子さんが、うん、ね、本当に私は大好きだなと思って、もうメイクしてる最中から笑かしてもらいました僕その後行ったんですよ、楽屋。え、そうなんですか。そうなの。え、行って、あら、いるかなと思って行ったら、うん、打ち合わせしてたから、あ、マネージャーさん、じゃあ後でまたって言って、あ、そうなんだ、うん、まあ、後でまた来るほどのあれじゃないし、今日会えるし。マジか。私、酒井さんが来てくれて、うん、そう、酒井さんと会えてめっちゃ嬉しくて、うん、なんか本当にもう100倍の元気をもらったぐらい嬉しくて、うん、私が終わった後でしたっけ、あれって。いやいや、始まる前だろ。2時間ぐらい待つ。始まる前だろ。そうですよね。そう、始まる前に会って、うん、本当に嬉しくて、うん、元気が出て、うん、平子さんとも会いたかったなと思ってたから、うん、来てくれたって知った時点で、今で元気出ました。意外と言ってくんねんだ、マネージャー。うん、これさ、うん、後輩だからいいじゃん。うん、後輩っていうかさ、あ、これが先輩のとこに挨拶行って、うん、で、打ち合わせ中なんですってマネージャーさんが言って、うん、あ、そうですか、わかりましたって言ったら、うん、さっき平子さん挨拶に来ましたよ、うん、あ、そっか、打ち合わせの最中来てくれたのか、うん、オッケーって思ってくれりゃいいじゃん、はい、意外と言ってくんない人言ってくんない。確かに。じゃあ忘れちゃ、多分私がその収録前でバタバタしちゃってたから忘れちゃったのかな、うん、か、いやいや、全然全然。めっちゃ嬉しかった、本当に。うん、めったにないじゃないですか、同じあるか、まあたまにね、まあまあそんなにね、うん、うんうん、たまたまっていうのはね、意図的なキャスティングとかね、うん、一緒にやってんですよねとかあるけど、最近思うのが、まあ、みんなはどうかわかりませんが、うん、人見知りなんです、実は。誰が。私が。ああ、みんなはっていうのは他誰、うん、まあ、本当に全国の人、ああ、みんな聞いてる人わかりませんが、うん、人見知りで、その度合いはわかりません、おのおのの、うん、尺で任せますけど、尺でね、私の人見知り、そのお二人は人見知りじゃない、うん、だけど、まあ、先週も言ったかな、ラビットの現場で人見知り発揮しちゃって、はいはい、本当誰とも喋れなかったってじゃないですか、うん、今日、うん、あれ、近藤さんが CM 中も本番中もずっと仲間に入れてくれて、うんうん、なんか輪に入れてくれて、なあ、もうこっちおいでよそんな、なんか、ね、姉貴みたいな言い方じゃないですけど、うんうん、なんかちょっと私もなんか、どこ住んでるのって言ってくれたりとか、うん、私も、ごめんなさい、いろいろあるんで教えられない。そんなの壁作ってない。でもなんか言おうと思ったんですけど、うん、なんかもう可愛すぎて目見れないし、なんかずっとテレビの中の人だったから、うん、目見れないから、なんか明後日の方向を見ながら、うん、向こうからしたらガン虫の状態。マジでそうなんですよ。本当に申し訳なかったなって思いながら、うん、でもなんか菓子折り渡すわけにはいかないじゃないですか。急に。来週、うん、この間 CM 中話していただいたありがとうございます。でなんかね、ちょっとなんか、え、どうしたってなるじゃないですか。だから、でもいいんじゃない、菓子折りも喜ぶと思うけどな。じゃあ来週伝えてみようかな、うん、ちょっとなんか明後日の方向向いちゃったんですけど、うん、こちらのつまらないものですけどって、つまらないものいいのかな、モニターさん許してくれるかな。まあ菓子折りはあった方がいいだろうね。あった方がいいか、うん、自分だって後輩ちゃんと喋ってさ、うん、後輩ちゃん、あれ、なんかお話ししてくんないな、嫌われたかなって、うん、だから気にしちゃうじゃんか。気にしちゃいます。もう次の週に菓子折り持ってきてくれたら、うん、あ、嬉しい、ね、うん、メーカーをね、なんか、うん、嬉しい、私すれば喜んでいただけんじゃない。いいな、それ。なんか平子さんとか酒井さんって芸能界を生き抜かれてきた方じゃないですか。生き抜かれて、どう、なんか芸能界はその一般と違ってこうした方がいいよみたいなのってあります？はい、私ほんと何も知らないから。あ、まあもうそれ独自のなんかルールみたいな。僕らもそんな喋んないですけどね。喋んないですか？喋んないな。うん。用事あれば喋るけど、なんか話題作ってまでこっちから、うん、ほら、話題作っ
ってまでな会話をしてくれようとする後輩とかいるじゃん。うんうんうん、この間見ましたとか、はいはいはい、あんまりないしないかな。あの前座あるじゃないですか、あの前座なんていうんですか、あのボクシングの例えば、うん、収録始まる前に、うん、その収録のセットの横で、うん、あのあちょっと喋ったり喋ったりする時、うんうんうん、ああいう時って喋ります、うん、まあなんか本当に仕事ちょっと前仕事にしたとか、うん、なんか本当に聞きたいことがある人とか、うんまあ、話しかけられれば喋る。あれも喋れなくて、ずっと一人で下向いて、隅っこで立ってて、ほんと亡霊みたいになんかほんとになってるんですよ。してそう。本当に。でもそうやってる人って芸能界少なくなくない？いや。いや、それ多分自分がそうだからなんか気にしちゃってるだけで、うん、意外と見渡すと多いよ。あ、ほんとですか？うん。俺だから、そういう人いたら喋るかも。あ、ありがたい。ほんとにありがたい。いや、その、一人がいいですっていう人と、うんうん、なんか入れないなっていう人いるじゃんか、うんうん。入れないなっていう雰囲気だったら喋るかも。入れないです。ああ。うん、そっか。だから、もし私が、あの、一緒の現場になったりした時は、うんうん、本当に、あの、喋らなくてもいいんで、背後にピッチリつかしてください。マジで。本当にお願いします。うん、そこだけは。普通に緊張しちゃうんで。ラジオネームタイマイ。俺もおきにのキャバ嬢に会うといつも会いたかったって言われるわ。モテるってマジ面倒。この人おきにのキャバ嬢いるんですか？いるんだって。知らなかった。え、タイマイ？うん。ずっとやっぱタイマイさんメール送ってくださってたじゃないですか。うん、勝手なやっぱタイマイさんの想像があるわけですよ、自分の中で。うんうんうん、なんか、誠心誠意向き合う人というか、うん、なんか、清純で、清純な方、まっすぐで、まっすぐな方。夜は9時ぐらいに寝て。そう、うん。だから、あ、結構夜更かしとかされるんだ。最低だね。いや、それそんななんか、ね、いいんですよ、もちろん。もちろん、だって、おのおのの尺度ですから、それは、うんうん。いいんですけど、なんかね、あ、深夜まで起きていらっしゃるんだっていうのも分かりました。うん、ちょっと不純な感じがするよね。うん。がっかりしたよね。なんか、もみあげをもう、もみあげなんかもう耳の際まで剃って、うん、単発でカリッと刈り上げにきっちり仕立てて、清潔感あふれる、好青年だと思うんですよね。本当に眉毛とかも一回も剃ったことないよみたいな人だと思ってたけど、多分剃ってる。ナチュラルに垂れ流しのまんま。うん、多分剃ってんだ。剃ってるな。がっかりだね。うん。つら。なんか、つら。そんな奴らが先週の放送を聞いて、はい、みんな卒アルを送ってくれてます。すごい、そんな。卒アルの写真。何の流れか忘れちゃったけどね。私もですね。みんなの卒アル見せてくれっていうことで。はいはい。うん、結構いろんな人を、ちょっと見、下読みさせていただいて。いっぱいですね、ほんと。いっぱい送ってきて。でも、殿下の冒頭。中学生になり、クラブチームで野球を始めて、初めて坊主にしてすぐに取った中学1年生の時の学生証。唯一女性から告白を受けた中学1年時代。自分の中では全盛期なのですが、うん、いかがでしょうか、ご覧ください。あ、じゃあ自信あるんだ、ちょうど、はい。イケメン坊主。いきます。ドン。あえ、でもこれはモテますよ。モテるか、あ、でも可愛い顔してるか。可愛いじゃん。うん、可愛い。可愛い顔してるな。いや、こういう子モテますって。わかる。なんかあの、うん、さっぱりしてるね。うん。なんの、あの、つるみもない。なんかもう。つるみしてる。なんて言うんだろう。なんのしがらみも受けないような。なんか一年目の自衛隊員みたいだね。この子。告白されたんだ、でもこいつ。いや、でも、笑った顔見たかったな、あなんかこの子の。確かに、確かに。笑ってもっとなんか、めっちゃ無邪気な感じ。あと、絶対この子、歯ちっちゃいサイズだ。わかんないけどね。絶対そうだ。そうなんだ。かわいい。うん、ラジオネーム、ミンジコマイマイ。今日のラビット見て、ユミッキーことユミキさんが気になったので、初めて聞いてます。嬉しい。もちろんメールを送るのも初めてなので、自己紹介も兼ねて、高校時代の卒アルと、大学の学生証の写真を紹介で。え、そんなさ、あの、なんか、あの勇気ある人いますか、紹介で。これがさ、意外とこの、かっこいい。爽やかな。ミジンコマイマイ。ミジンコマイマイとは思えない。そうだ ね、 ね。ラジオネーム、ミジンコマイ。サッカー部のフォワードみたいな顔してるね、うん。何部だったんだろう。でも意外とコンピューター部みたいな。ああ。ちょ
最女系この感じで、ね。うん、いわゆるちょっとマッシュルームヘアみたいな感じかね。うん、今で言う前髪を落として。え、かっこいい。あれ言っちゃった。かっこいい。なんか、奥目ですよね、なんか。奥目。うん。奥目。奥舞台ってこと？うん。奥目。目が奥張ってる。え、そうなの？はい、これ奥目です。奥目ってもっと彫りが深い感じの。え、違います、違います。奥目。なんか目ん玉が、目ん玉。中に入れ込んでるタイプ。こうはみんな、入ってるね、みんな。どういうこと？私たちは、デメです。うん、私たち？はい。あなたが、ちょっと。違う、なんだよ。ほんとほんと。誰がデメなの？私と、平子さんと、酒井さんはデメです。うん、それどういうこと？二重ってこと？違うタイプが二つあるんですよ。うん、デメと奥目が。最近流行ってるんですけど。目が出てる人と、引っ込んでる人、うん。はい。ね、人間のタイプです。あるんですけど、この子は奥目です。あー。うん、まあ、笑ってるからね。うん、今流行ってるんですよ。何が？デメと奥目。どっちが流行ってんの？奥目。嘘つけ。流行ってねえだろ、どっちも。本当に。だから、うん、韓国の男性アイドルとかは、うん、さらっとした切れ長な目が多いけど、ね、あれは奥目に当たるの？奥目の人が多いと思います。で、涙袋を描いて、うん、してる人とか、うん、奥目の人は、だからその涙袋がこういう、できにくい人が多いから、うんうん、そのメイクの仕方も変わってくるんですよ。ああ、まあでも、うん、切れ長な目ってことだよね。でブルベ、イエベ流行ったじゃないか。もういいかな。ねえ、なんでミジンコ前もういい、もうやめてって思ってる。なんでですか。ちょっとね、このラジオネーム、83代目やっさん、うん、僕の小学校から高校までの卒アル遍歴、はい、ご覧くださいということで。三つ来てますけど。これまず小学校で。これ小学校。かわいい。当時の夢も書いてあります。サッカー選手になって日本代表のゴールキーパーとして、誰からも人気がある選手になりたい。うん、それがどうですか？今や、花の金曜日と呼ばれるこの時間に、しこしこめる。いや、でも人気者ですよ。素敵だよ。まあ、はがき職人としては人気者ですよ。ね、こっからだから中学。あ、でも垢抜けたよ。なんかぽっちゃりした小学校に比べてシュッとしてきた ね。全然違う。輪郭だけ。うん。中のパーツは変わんないですよね。そうだね。でもシュッとしたね。うん、そのまま移行したみたいなとこありますもんね。髪質が旗ヨークみたいだね、ちょっとね。どうぞ。私ちょっとシャギー。うん。シャギーだね。そして高校。え、待って、変わんない。え、中高変わんねえな。小学校は、から、中高変わんないね。よく見てください。小学校から変わってませんよ。すごいわ、この子。あ、顔はパスカマ。変わってないです。一切変わってない。なんか髪型を変えるアプリみたいなんで、うんうんね、やったみたいになってます。顔つきとか髪型、日本代表のキーパーっぽいけど、うんうんうん。いそうだ。いそうな。うん、確かに。どれがいい？待って、これが高校でしたっけ？それ高校。え、待って、本当に高校と中学の差が全くわからない。髪の毛も含めて。ちょっと、かまいたちの濱家っぽくない？あー。ちょっとね。だから、1枚目が山内さんですよ。一人かまいたち。はい。だから、ね、あ、確かにちょっとね、雰囲気があるわ。ちょっとね。どれがいい？どれがいい？小中高。三人から告られたらどうでもいい。どうしよう。いや、ほんと、内面によりますけど。一緒だよ、じゃあ。うん、内面に。一緒なんだから。内面によりますね。内面による。うん、まあ、一番目反抗期っぽいんで。そうだね。まあ、一番いいのはやっぱ中学ぐらい。中学がなんかな、うん、モテそうだな、人気者そうだけどな、うん、ラジオネーム、魔法の言葉、ウンバブ。実際に見て思い描いていたリスナー像と比べてギャップありますか？え、全然もっと。爽やか。みんなやっぱり想像通り爽やか。でも爽やかじゃないですか、ほんとに。いや、これ2分ないでよ。なんでだよ。いや、爽やかですよ。爽やか、ほんとに。うん。なんで笑ってんですか。いや、爽やかは爽やかだもん。爽やか、ほんとに。ラジオネーム、味玉。みんなイケメンかよ、ふざけんなよ。おめえ送ってこいよ。知りたいな。味玉。味玉。味玉知りたいな。え、なんかいいですね。みんななんか顔知れるの嬉しくないですか？確かに。うん、ラジオネーム、いもいも、さつまのいもころ、うん。先週の放送を聞いてふと、卒業アルバムを見返すと、うん、大学の時、有志で作った学部の卒業アルバム出てきました。
写真は私の研究室のページですが、教授まで巻き込んで明らかにお調子者が集まってる感じ。うわ、精神を思い出しました。いい、あーあー、有志のアルバムっぽい。ちょっと見ていい？すごい。大学にもあるんだね。え、これ大学なんですか？大学だって。へえ。こんなのあるんだ。なんかね、教授はちゃんとした写真を。これスナップ写真かね、貼って生徒側はちょっとちょけて。あ、これ生徒ですか？そう、こっちは生徒でしょ。え、違う、これ、え、これ先生じゃないですか？それ、こっちは先生、こっちでしょ、うん、え、これは先生ですよ。こっちも先生なの？はい。あ、先生たちがちょけたんだ。そうです。はぁ、あ、有志だから。うん、でもそれだったらちゃんと教頭先生みたいな人もさ、あの女性のなんか取締役員みたいな人もさ、みんなさ、ちょけないと。なんかね、角だけちょっとちょけてないかな。うんうんうん、なんかちょけてないもん負けみたいな感じになっちゃうよね。みんなでちょけたかったなっていう。この自分のとこだけ写真切り取ってね、貼って周りにちょっとペンで落書きみたいなするっていう。可愛いんですね、なんか。でも一応一歩一歩とかは書いてみるみたいな。抑えるとか抑える、ね。一歩一歩。いろいろあるね、みんな本当に。いいよ。ラジオネームパスポ。所属している社会人合唱団の演奏会での一枚です。え、合唱人的には漏れている写真だと思います。合唱やってるんだ。合唱の。なんだよ、笑ったら。違う違う。いや、合唱人的に漏れてるが意味わからないから。ボイウーの言葉で何か。確かに。ふんわり。おーかもしれないですよ。めちゃめちゃ、しぼめてるおーかもしれないです。スーツをビシッと着てね。観光するとく前をビシッと向いて、唇は、ま、おー発生する前みたいな。うん、え、これ。口細みたいな。なんで合唱って顔から歌わないといけなかったんだろう。みんなね。いや、そうだよ。私もやってましたもん、合唱コン、あ、合唱の合唱団。一筋の汗が、ほら。え？ちょっとコカドさんっぽいね。ほんとだ。ね。似てるね。大会だよ。汗垂らしながら。うん。いや、そりゃそうだよ。勝ちに行ってんだよ。すごい。何歌ってんだろうね。何歌ってる中のどの歌詞の時の顔なんだろう。しかも、これ誰も背景映ってないってこと、端っこなんだ。ああ、そうかもしんないね。それか、一人で歌ってる。読書。まさかの、そりゃ汗もかけますよ。それそうだよ。さすがにね。すげえな。でもこんなやっぱ楽譜見ながら。うん。まあまあそれそうじゃない。何歌ってんだろうな。暗記できなかったのかな。夏が来れば思い出す。いや、うーじゃないです、これ多分。ほら、お遥かな大勢の大勢。大勢の。おか。おとぜの間。大勢。遠い空。何だっけ、うん、何の歌だっけ。水場所の花が咲いている。見せ場ならそのテンポ変わると思う。のソロ。ソロ。遥かな大勢だっけ。のソロ。懐かしい遥かな大勢。ラジオネーム、悩んだ。とりあえず、現段階で誰が一番イケメンですか。イケメン？イケメン。一番最初の人？え？一番最初？うん、あの、この子？この子。嘘。え、坊主の子。はい。あ、これ中、ん？これは中学時代？うん。坊主にした時の中1。あ、そっか。中1。まあ、テローンとしてるから、でもずるいよね。パーソナルがないから、あんまり。あ、坊主で。そうですね。だからもうちょっとなんか、二面相的な、なんかもう一個写真を添付してくれたら。もう、その後の自分みたいなのも見たいよね、うん。見たいですね。大人になって、うん、ファッションだったり、髪型だったり、はいはいはい、どういうパーソナルを持ってるのか、大体わかりますもんね、うん、それで。え、でも今んとこ1なの？今んとこ。見た目だけ？え、どうですか、お二人は。ん？なんで？何が？誰が一番かっこいいですか？オゼ？オゼって呼ぶなよ。ソロゼもまあいいけどね。はい、続いては乃木坂46で命の冒涜。今夜のゲスト、ピールジアップルから朝原凛さん、そして黒崎奈々子さん、お迎えいたします。はい、ラジオネームまさかまさかのワンビサカ、
みんな冴えてない奴らだから肩組んで歩いていこうなんて話じゃなかったのか。みんな行けてんのかよ。裏切られたわ。え、で、その方はないですか？ないし。ないか。別にそんなみんなイケメンじゃねえから別に。いやいや。イケメンっていうか、なんか。なんか。オゼとか言えるかい？決して世間的に言うとイケメンとは言わないじゃん。いや、でもなんか。オゼ見てみ、お前を。いや、オゼは、いけてますよ。でもさ、うん、歌多分すんげえうまいじゃん。うまい。お電話つないだら歌ってくれんのかな、オゼ。確かに、オゼ歌ってほしい。パスポだっけ、オゼ。しかもオゼ、意外とソプラノかもしれないですよ、この感じ。一応電話番号書いてあるから、もしかしたらいけんのかな。ちょっと歌ってほしい。返信欲しいね、あの、はるかのオゼ。聞かしてほしいよ、ね。はるかのオゼ歌えるのかな。だっけ、はるかのオゼだって、はい。いや、歌える歌やってんだ、これかな。ソロこんなんだっていっぱい歌ってるんですよ。そうだそうだよ。分厚い。汗かいて。うん、でこの雰囲気で、あと女の子って結構さ、うん、歌うまいの人が好きっていう人も少なくない。そうですね。カラオケとかで盛り上がるし。ここでギュンギュン来させてほしいね、ちょっとね。カラオケ何歌うんだろう、そういう合唱の。オゼじゃない。オゼ何歌うんだろう。いやでもまずオゼから聞こえる。うん。何歌うんだろうね。え。あでもマジくつながりそうじゃん。あそこはすごいじゃん、やっぱりさっき言ってさ。うん、遥かなオゼ遠い空、水芭蕉の花が咲いてる。ここだからうまいんじゃない？そうですね、強弱。そこ聞きたいね。うん、ここ難しかったもんな。みんなで合わすの難しいんですよ、咲いていると。あ、でもなんか、電話つながってるけど、交渉してます、ね。あ、なるほど。交渉人だ。まあ、実家の可能性があるから、そうですね。さすがに。つながった！もしもーし！あ、もしもし。はい。もしもし。おぜ、おぜ。いい声だな。すげえ。そうです。え、はい、合唱やってんの？はい、合唱やってます。すごいね。え、ちなみにソプラノですか？いやいやいや、ベースですよ。バスですよ。いや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 、やって。声が低いんでね。はい、今どこにいんの？今、ちょうど家に帰ってきたところです。仕事終わって。はい、お疲れ様です。あ、一人暮らし。一人暮らしです。あ、じゃあ、いけるか。うんうん、あの、いきますよ。はるかなオゼ歌える？なんでノリノリなんだ。はるかなオゼ。知らない？知らない。知らねえの合唱やって。いや、じゃあ、ちょっと聞いて、あの、一節歌うから。あ、はるかなオゼ遠い空、水芭蕉の花が咲いてる。知らないこれ。いやー、ちょっと僕、日本語の曲歌わないんですよ。あ、腹立つ、こいつ。うわ。じゃあ、何歌うのじゃあ。ガチなやつ。はい、ラテン語の曲ですね。なんだこいつ。できたー。何言ってんだよこの感じで。ガチ。じゃあ大体止めて止めて、言ってない言ってないから、言ってないから、ちょっと待って。すいません、勝手に大丈夫。すごいなね。すごいな。どうなに、そのラテン語の合唱曲があんの？あ、そうですそうです。ラテン語とか、あとスペイン語とかそういうのを歌ったりします、ね。なんか俺らが聞いても知ってるようなのってある？おめえらみてえな低俗なもん何聞いてもわかんないだろって。なんかあるだろう、日本語の歌だって。歌える1曲2曲ぐらいあるじゃん。あ、合唱曲ね。合唱曲、ポップじゃなくて。母なる大地の懐に。大地三唱とか知らないですか？あ、大地三唱だ。大地三唱なら歌える？空で。ちょっと携帯、あ、そっか、今使ってるか。使った、はい。ちょっと、一節っていうか、一番ぐらい聞きたいんだよね。大地三唱の A メロって何だろう、うん、A メロってあんま言わないけど、ね。言わないか。じゃあ、そのラテンでいいよ。あ、ラテンでいいか。ラテンなら一番ぐらいは歌える？あ、いけます。じゃあ、ちょっと、ラテン、ちなみにあの、じゃあ、タイトルから、お願いします。はい、アーネスデイ。アーネスデイ、神の子羊という意味です。神の子羊。じゃあそのアーネスデイですか、うん、お願いします。アーネスデイクリトリス
なところでどうでしょうか。すごいな。ファイナルファンタジーの終わりみたいな、全部の終わり。一瞬でなんか場を支配。乃木坂の歌とかいけないの？バスで。バスで。うん。なんか歌ってみてよ、乃木坂の歌。バスで。何ていうかな。君を好きになった。スキロックだ。それだけのことでも。これバスなのか。うん。ただちょっと腹立つな、お前。ちょっとなんか。なんかね。うん、ちなみに、乃木坂では誰が好きなんですか？あ、それはもちろん。あ、ちょっとやめちゃんです。は？いやいや、嘘です、嘘です。いや、本当です。切りましょう。いやいや、ユミさんの見送りってことなんですよ。待って切ろう、もう切ろう。何が神の子羊で。本当だよ、オリジナルソングじゃねえのかな、さっきの。本当にずっとなんか低音でさ、うん、ちょっと上がると思ったらまた下がってっていう、うん、すごい、うん、でもなんか乃木坂だったら普通に歌いやがって、ね、本当に上手かったですよね。上手かった、普通に、うん、すごいな。特技もあるんだろうな、ね、みんな。私やったことあるのかな、あるんじゃない、あるよ、ミーグリ。じゃあ今度お見かけしたらね、言ってみよう。こうなっちゃうと、はるかの尾瀬聞きたいな。誰でもいいから、はるかの尾瀬歌えるやつ。そんな人います？顔写真も見せられるし、はるかの尾瀬が歌えるやつ。いいですね、うん、それいいです。顔を知った上ではるかの尾瀬が聞きたいよ、うん、身元も知らない人から、はるかの尾瀬歌われたところで何も響いてこないですね。うん、水芭蕉の花が咲いてる選手権でもあるからね、そこめちゃくちゃいいです。探していきます。ドッジボールは常に外野。僕の高校生の頃の卒アルの写真、漏れてる写真は探したのですが、まず漏れるような顔面をしてないことに気づき諦めました。こういうやつの方がなんかイケメンだったりするね、うんうん、そう、ほんとそう。ああ、うん、あれ、おい、モテそう、可愛らしいじゃないですか。なんか官僚みたいな顔してる。うん、賢そう。うん、こいつ大勢いけんじゃん。いや、これ大勢いけるでしょ。大勢の顔してる。大勢面してるもん。絶対この私の偏見ですけど、うん、エビフライの尻尾まで食べそう。関根さんみたいな。本当に絶対この子は食べる。エビフライの尻尾まで食べます。うん、食べる。絶対。いやでも。うん、整ってるよ、うん、生徒会長顔っていうかね、うん、はい、めっちゃ優等生、うん、うん、夏が来れば思い出す遥かな星、遠い空、いいね、うん、行きたい。ラジオネームたけちゃん、先週の放送で話題に上がった卒業アルバムの写真と漏れた写真厳選してきました、うん、母曰く、自分が幼稚園児の時子役のスカウトを受けたそうです。あ、可愛い顔してる。めちゃくちゃ可愛いです。いや、可愛い。本当可愛らしい。あ、たけちゃん。お目目クリンクリンで、お鼻キュッとして口もスッと。あの人に似てるわ。あれ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 。あれ。杉田かおるさん、あの、なんかちょっと、ちょっと似てません？違う、俺はわかんない。どうってですか？なんだっけ、あれ、役者、あれ、半沢直樹、半沢直樹。半沢直樹。半沢直樹だよ。あの、俺、半沢直樹なんですよ。坂井正人さん。坂井正人さん。の子供の頃って言われたら俺、信じるな。まあ、可愛らしさはありますね。なんかニコって目が常に笑ってる感じ。で、これ成長した写真も。成長した写真がこうなります。チャラくなっちゃったな。チャラくなっちゃってんすよね。がっかり。ウェイウェイしてる。あの頃の、たけちゃん？がっかり。なんか、このさ、自分の飲んでるところに茶っていうなんか、テキストをはめてるところもなんか、たけちゃんっていう。あとこいつ一眼、首から下げてるわ。一眼レフ。ありゃ。中途半端に持てるのが一番ダメだな。ちょっと子役の時にね、あの子役やってないから。これさ、本当に良くないな。なんかほっぺをさ、つねろうとしてる手が伸びてるじゃん、横から。これ女性の手じゃね？ほら。最悪。たけちゃん？爪の感じとか女の子っぽいよ。絶対女だ。首です。たけちゃん首です。俺らが首じゃなくて周りのリスナーが判断する首です。たけちゃん何も悪いことしないけど。そんなやつは来るな。たけちゃん、いやいや。そんなイチャついてるようなやつは。
カカちゃん俺たちの聖域に入ってくるな、うん、みんな言ってますか。そんなやつは歌えない。オゼを任すわけにはいかないだろう、うん、竹井ちゃんに避けないもん水柱の方。こんなポップなオゼなんか聞きたくないよ、うん、ラジオネーム小松おじさん。リアタイできないけどなんか写真送ってこいって言ってた気がするから送っておくね。なんかちょっと自信がありそう。なんかね、ちょっとスカス。え？ねえバッチバチやん。絶対これ送る気で来たやろ。バッチバチの。何これ。いや待って。ギター弾いてる。ライブハウス。ライブだね。プロやん。ちょっと絶叫系の絶叫ロック系の。うん、ロックアレンジのオーセいらない、うん、いらないです。ないな、俺らが聞きたいな、ま、うん、っすぐ、うん、絶対落ちサビだもん、絶対落ちサビ。何この写真。もうすっごい、これ誰が撮ってんの本当。なんだろうね。でもちゃんといやいや、これ絶対あのカメラフォルダでお気に入りを押してるんだな。あれしかもよ、俺気づいたよ、これなんか革ジャン着てるじゃん、はい、でギター弾いて舞台の上で、うん、みんなリトルトゥース T シャツ着てるな。あ、まさかそのタイプの。本当だ、ロッカーだよ。センスある人なのかな。でも、ね、ギターの時はね、ライブの時ぐらいはちょっと、うん、インナーもちゃんとロックでさ固めてほしいよね。わかった、それかもうそのリトルトゥース T シャツに、うん、全財産をかけてしまって、うん、着る T シャツがなくて、うん、もうそれを着るしかなくてみたいな。8万ぐらいすんの。いや、リトルトゥース T シャツ。そんなしないですけど。いや、すごいね。ラジオで魔法の言葉うんだ。この前他のラジオにジョーラの自撮り送ったから卒アルぐらい送るの余裕。小中高全部送ります。まずは小、うん、いいですか。あ、これは可愛いぞ。爽やかな。これだよね。うんうん、爽やか。え、何の写真これ。あ、卒アルか。卒アル。小学校の。チェックのシャツにさ、フードだけグレーの。これなんだよな。俺らが求めてる。俺らが求めてる。で、これ大体 T シャツオレンジなんですよね。わかります。わかる、わかる。フードボタンでね、着脱式のやつだ。これじゃないと。これ。これだよね。やっぱ小学生この爽やかな笑顔、これがまあどうなっていくかだよね。これがね中学校。おお、あれ爽やかだよ。かっこいいじゃないですか。で、こうこうでこうなる。え、なにこれ、なんだ、戻った。 AI が描いたヨン様みたいな。なんか毛量だけが増えていくね。なんか戻りました。この一回その中学挟まない、ほら、ああ、あの顔つきは変わってないな、あんまりね。でも中学で、中学校ちょっとなんか昭和のうちの親父たちの世代の卒アルの髪型みたいになって一回、うんうん、七三分け、なんかそのままの髪伸ばしたなんかなんだ、ちょっと中学校で飛んでる。でもなんかさ、顔女の子みたいな顔つきだね。あのレインボーさんの、ああ似てますね。うん、池ちゃんにちょっと似てる。かっこいい感じ、中性的な感じをする、うん、はい、モテるだろうな、こいつ。絶対モテると思う。こいつモテそう。でもどういう性格なんだろう、内面気になる。オゼ聞くしかないから、その内面になるとオゼ将軍になるよね。オゼの大自然をこう。ちょっとオゼ聞きたくないですか。聞きたいね。魔法の言葉ウンバブの、うん、ウンバブさんって常連さんですよね。そうよ、よく送ってくれるよ。え、こんな顔してたんだ、うん、ちょっと曲開けたの、もし行くとしたら、うん、ウンバブさん、あ、続いては東京スカパラダイスオーケストラさんで銀河と迷路。さあ、電話がつながってるみたいです。魔法の言葉、うん、もしもし、あ、もしもし、あ、なんか清楚な人、清楚な人だね。いける？はい、行きます。じゃあお願いします。夏が来れば思い出す遥かな尾瀬遠い空、ん、なんかその後だよ、うん、続けてください。こちらがいいって言うまで続けてください。霧の中に浮かべる水場所じゃねえんだ。違うね、あれ意外と2番とかなのか。ごめんごめん、続けて、大丈夫、ごめん、続けてください。
優しい影ののこみち水芭蕉の花が咲いている。あー、残念、残念です、残念です、欲しい、バイバイ、チャレンジ失敗です、ごめんなさい、何が最低なんて、最低じゃないよ別に、最低、いやいや気持ち、ウンバブでしたっけ、ウンバブの気持ち考えたら本当いたたまれない、歌わされてさ、素朴で良かったですけどね、非常に、すんごい良かった、期待値上がっちゃったな、なんかそのまま行っちゃったじゃん、うん、水芭蕉の、そうなんですよ、うん、そこだよね、うん、だから水は最低ルを過剰に下げる必要もないんだけど、だから上げなきゃいけないんだ、その前をね、うん、水芭蕉の花が、あ、そう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 、あ、それそれそれ、そう、それを、あ、もうヒント与えちゃったから、もう次がちょっと有利になっちゃうけど、有利になっちゃうけど、そんなことない、決めて、そんなことないよ、おのおのの最低ルがあるんですか、コンディションもあるだろうし。ちょっと写真戻りますか。なんかね、ラジオネーム A で、ゆみきさんの爆盛りパスポートいつ出ますかって、あ、今見せましたけど、うん、あ、見せてもらいました、そう、うん、でもみんなには見せられないです、もちろん、まあね、いやいや可愛かったですよ、どうですか、可愛いけど、うん、別に、まあ、ゆみきさん、うん、あれだけ、いや、うん、いやもう僕 CM 中でちょっとお話し、あれ喋ってほしいの、違う違う、あれ言ってほしくない、ちょっとすげえ叩かれる、いや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 、髪を下ろしてるじゃないですか、うん、で僕が CM 中に言ったのは、ちょっとよ、あ、佐々木希さんみたいだねって、違う違う、言わしたみたいになってるから、言わしたじゃん、違う違う、めっちゃ喜んでさ、そしたら意味わかんない、ラッキーって言われた、すっごい嬉しくて、私佐々木希さん大好きで、うん、スタイルブックとかも買ってたので、ああ、ね、下ろした髪具合がね、うん、でなんかほら佐々木希さんも弓木さんもなんか左右非対称顔っていうかね、うんうんうん、確かに非対称かもしれない、なんか、あ、じゃあ左右対称顔だ、あ、本当ですか、うんうん、そう、綺麗にこう分かれてるから、うん、なんかそういうところに似てるのかな、嬉しそう、でもまあこうやって考えたら系統一緒だもんな、えどこの、いや顔だけな、わ、嬉しい、これ本当サービスチャンスですね、嬉しい、サービスチャンス、嬉しい、激アツ、マジ激アツです、バック漏れてからもっとなんかすごいのかと思って、いやもっと調子いい時もあるよ、だって、え、本当ですか、ある、え、待って、今日調子悪い、いやそんなことないよ、うん、今日だってさ、うん、あのラビット、うんうん、奥さんと見てて、え、嬉しい、本当ですか、見てて、あのさ、ユミキャデルっていうのをつけてさ、うん、出てて、うちの奥さんが、ゆみちゃんって可愛かったけど、なんかまた可愛くなったねって言ってたよ。まゆみさん、俺無視したの。なんでなんで言ってたよ、でも。そう、嬉しい。うん、なんか、だから本当、平子さんに入り浸りたいなって。俺に入り浸るの、うん、いつかね、平子さんとまゆみさんに、なんか会いたいなって思うし。入り浸るんだろ部屋空いてないよね。なんか、家族ぐるみで、なんか、仲良くしてほしいなって、そっちもぐるむの、そっちの家族も組んだ、私もはい、家族も組んだ、11人あのやってきますけど多いな、はい、新居にお邪魔します、あ、ラジオネームタイマイ、キャバクラで楽しんでる写真を送ります、え、待って、本当に、いや本当ですね、これは、うわはっきり言うけど大したキャバクラじゃないですね、これは、はっきりはしょうがないですけど、え、なんで、私行ったことないから分かんない、全然ハロウィンかな、なんかだってバニーさん、バニーみたいのつけて毛皮みたいの、うん、ね、女性は、うん、クボクロってこんな感じなのかと思ってます、ドラマの、え、ドラマのなんか、いや、これちょっと安っ、あ、地方出身なのかな、こいつもまたでもなんかパーカーなんかで行ってさ、え、ちょっと、うん、今じゃない、もしかして今の年代じゃないですか、え、これちょっと前髪の感じが、ああ、この平成2年ぐらいに見えるキャバ嬢たちが本当だよね、でもなんか本当だよな、確かに、なんか流行りがなんか昭和のアーカイブ写真みたいなね、ちょっといつの話だこれ、いやでもそこまで前じゃない、大前そんな年いってないと思う、そうか、うん、なんかすごい不思議な絵だな、確かに、まあ時代感じるっちゃ感じる、うん、うん、ラジオネーム
アニリンブラック、うん、周りから漏れてると言われたけど前髪で顔が隠れてるだけの写真です。何なのそんな生きるんだよ。何でそんなポケットに出すの。うわこんな、こんな何これ、かっこいいに決まってんじゃん。こんなまたギター前髪めっちゃ重い系の本当にアニリンブラックダメだよこんなの。どこ見てんだマジで。さっきの聞いた尾瀬本当ですよ。それ聞いてきてんなら全然違うじゃん。ちょっと見てください。この顔。何これ唇とんがらしてさ。なんで？いつのタイミングで？どこで撮ってんだよこれ。背景どこだよこれ。プロなのかな。学祭じゃねえかな。背景じゃない。もう全貌が見えないよもう顔の。本当ですよちょっとなんか。卒基本ベースは卒アルだっつってんの。ね卒アルみたいけどな。かっこよく撮れた。ライブの写真も僕でもかっこいいと思いますよ。いいかっこいい、まあまあ、そりゃ、うん、そりゃそんなん撮ったらそうじゃん、うん、チブを晒してほしいんだよこっちは。痛い、ね、ラジオでもないですけど皆さんこんばんは。初めてメールします。お卒アルを探したのですが見つからず、うん、大学卒業の写真と中学卒業の写真を送ります。顔に自信はないですが、うん声には自信がありますということで、ちょっとラジオでもないから何とも言えないけど、あいや、可愛らしい、うん、可愛らしいじゃないですか。でこれが大学、あ大学、あ変わったな、可愛い、実直そうな、はいはいはい、ピースの仕方が全く変わってないっていうのが、本当だ本当だ同じ角度で、ね。でもなんか爽やかになったよね。好感度が上がりますね、うん、でもいい電話番号も一応書いてあります。オゼはなんか期待できるね。いい、うん、でも待ってどうしよう。いいオゼかな行ってみる。一回かけてみようよ。ますか。まあまあちょっとね有利になっちゃってるけどここから先の人は、それも踏まえて。ラジオネーム三平、写真のフォルダにナマズの写真しかなかったので今回は不参加でお願いします。なんでだよ気持ち悪い。なんでそっか。あとラジオネームつばさ、何を言ってもタイマイさんって川口春奈の同級生なんだ。うわそうだった。そうだよね。そっかだか ら, だからあっち方面のだ、うん、長崎方面のこれあれだわ。だって充実してそうな顔してるもんね。ああなるほどね、うん、そうだよ。後藤とかの、あそういうことか、後藤っぽいもん。ぽいぽいぽい、高級キャバクラじゃないけどべらぼうに楽しいんだろうなっていうのは分かるわ。ほんと楽しそう。一番いいんだよこの、うん、安い感じのね。そう、うん、なんかそうそうそう、緊張しない。そこそうガールズバーなんだかキャバクラなんだかもう規制も何も関係ねえやっていう感じのね。あ、つながった。もしもし。あ、もしもし。行きますか。あ、あれ、歌ですよね。あ、はるかなおず。ごめんなさい、全然ちょっとわからなくて。残念。残念でした。せめて、何かご自身で、はい、これならわかるぞという合唱曲はありますか、うん、合唱曲。あ中学卒業の時に、うん、あのフランプールさんの証って曲を、フランプール歌うの？出た。はい。まあ、中学3年間。まあでも聞かないことには我々も何とも言えませんから、ちょっと喉の感じを聞かせていただいてもいいですか？お願いします。はい。はい。じゃあこちらでストップって言いますんでそこまではちょっとお願いします。わかりました。当たり前のぬくもりなくして初めて気づく悲しさ噛みしめて歩み出す勇気抱いて溢れ出した。ちょっと待って。あ、はい。ハモリの下の方歌ってるの？あ、そうです。
通りで。だってポップじゃなかったもん、ね。うん。どこの、どこを歌ってんだ。お化けみたいな声。もう、ずっとなんか、サビが。ずっとお化けみたいなね、喋ってるみたいな。本当にやってる。うろ覚えだったから、ちょっと緊張しちゃいました。もう、せめてちょっとラジオネーム今決めてよ。あ、ラジオネーム。ラジオネーム書き忘れちゃって。何お前誰や、六助の勇気と申します。六助の勇気か、はい、先に言ってくれよ本当に。ごめんなさい、初めて、先に言ってくれよ、初めましてだよ。またね、じゃあね、ありがとうございました。すごいなんかやっぱ緊張が伝わりましたね。はい、じゃあ続いてはエメさんで六等星の夜。さあ生放送でお送りしております、沈黙の金曜日。この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストは10月16日にセカンドミニアルバムアップルボビングをリリースしたピールジアップルから、朝原凛さん、そして黒崎奈々子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ピールジアップル、はい、略して、はい、ピルアポです。はい、そうです。これはリンゴの皮ということです、うん、はい、直訳だ、直訳、はい、そうです ね、 ね、意味は何ですか、リンゴの皮も栄養あるよと。そうだよね、もともと他のアイドルさん、事務所の先輩さんのオーディションを受けていて、うん、でも私たち落ちてしまったんですけれども、そのオーディション落ちたあなたたちにも価値があるよっていう、うん、リンゴの皮って捨てられちゃうじゃないですか、うん、でも皮の方が中身より栄養価高いんですよ、うん、だからそれをおじちゃんたちふざけて言ったんだけどね。でも本当にめちゃめちゃ意味が込められてます、リンゴの皮に、はい、すんげえ俺らの方しかねえ、見ねえでしょ。これアルピーファンの可能性あるね。そっち？俺らをジロジロ見てさ、ケイプロ来てた。ねえ、お笑いファンの可能性あるからね。まあでも見てました。見てたんかい。見てたんかい。でもユミキさんに会えるなんて。そうだね。リンちゃんが。はい。まだ。乃木坂46さんがめちゃめちゃ好きで。めちゃめちゃ好きで。うん、今日生写真持ってきちゃったんですけど。嬉しい。ね。ちゃんと。本当にユミキちゃんのね。ね、はい。ユミキの写真ですか。そう、これ私です。本当すごいね。トークも撮ってるんですけど。嬉しい。もう一枚ありますよね。あれあれあれ。全身の方かな。全身だ。ああ。誰だ。あれ小川彩ちゃん。あの5期生の小川彩ちゃんっていう子なんですけど、ユミキさんに会えてすごく嬉しいです。あら、ちょっとまあ推し編の可能性もあるよぐらいに。ね、今日境にね。そうですよね。私頑張れば、あ、ちなみに私リンゴの顔大好きなんで。あ、ピラーポガちゃん好きって。嬉しい。そうだね。嬉しい。じゃあピーラーだ。ピーラーです。ピーラー。ピーラーです。ファンのことなんて呼ぶの？ファンのことです。オタクです。あ、オタク。え、オタクです。ピーラーとかじゃないんだ。はい、もうオタクです。ファンクラブの名前は保護者会。そうです。PTA なんですよ。ピールジャピールジャピールジャ PTA で。そうです。保護者会って言ってますね。はい。絶対ピーラーの方が上手じゃない？めっちゃピーラーしか。じゃあ今日からピーラーにします。大事大事。すごいな。はい。9人組のアイドルユニット。はいはい。朝原凛ちゃんセンターやってます。はい、ピラーポのセンターでスカイブルー担当です。スカイブルー担当、はい、スカイブルー、どんだけだよ。黒崎奈々子ちゃん、ラベンダーパープル、はい、ラベンダーパープルです。ラボ派はね、みんな欲しいとこだもんね。9人、あとどういう配色になるの。確かにもういろいろいるんですけど、ローズピンク、ラベンダーパープル、ミルクホワイト、スカイブルー、ターコイズブルー。そんなのない。あ、ない。そんなのない。作んなよ。そんなのない。サニーイエローとかいっぱいあります。はい。マセキのライブ名みたいだ。あ、そう。はい。今日もリリースイベントを行って、その後に。あ、そう。どちらでやってきたんですか。今日はタワーレコード渋谷店さんで、制服着て、みんなで高校生の気分になってライブしてきました。聖地ですね。楽しかったんですよ。めちゃめちゃ楽しかったです。FM 富士でもレギュラー番組やってます。はい。毎週月曜日23時30分から24時まで。ガールズガールズガールズ。フライングハイ。ピールジャップルのガーリータイムです。ガーリータイム。すごいガーリーな。じゃあガーリーなタイムを繰り広げるわけですか、じゃあ。そうです。ちょっと女子トークの感じで。そうですね。そこでじゃあ、ゆみきちゃんの話とかもしたりするの？めちゃめちゃしてたの。嘘つくなよ。おい、嘘つくなよ。めちゃめちゃ。
でもさっきもうめっちゃサイン欲しいなみたいな言ってました。いや本当にファンの方に殺されちゃうかもしれない大丈夫、待って、まずちょっとみんなさん、うん、大事件起きてます。弓木がこんなに担がれることはありますでしょうか。担がれる、あれ、はい、それ魅力的なんだよ、ね、嬉しい。どうですか、その弓木さんが好きで、はい、弓木さんも好きで、はい、実際に会った印象はどうですか。いやもうめちゃめちゃ可愛くてやばい、もう顔ちっちゃすぎます、うん、お目目がとっても大きくて、すごい、お肌がとっても綺麗で、透明感がやばいです。だから、いや今日乾燥してるんですって。いやしてないしてない、全然してない。私は砂。今日砂。全然ツヤツヤです、ね。いやだってアンケートにもね、ちょっとアンケートに行きますけども、うん、アンケートにも書いてくれています。はい、朝原さん、最近一番テンションが上がったことは沈黙の金曜日に出れることです。寝る前にスケジュールを見たときに。沈黙の金曜日の予定が入っていて興奮してその日眠れませんでした、はい、マジでマジで寝れなくて、その次の日寝ずに仕事行ったんですよ。本当に言ってます。マジで私今日オールなんだよね。そう、今日オールなんだけど、テンション高くて頑張れるって頑張りました。すごいじゃん、やばい。本当に好きです乃木坂さん。もともとアイドルも全般的に好きでっていう感じですか。もともとそうですね、うん、でもその中でもやっぱり、うん、その中でも乃木坂さんがとても好きで、じゃあ今まではお仕事で何かあったりとかなかったんですね。なかったです。見に、一方的に見に行くだけだったんですが、本当に初めて。はい、あ、じゃあ嬉しいよね。すごいな。聞きたいことあったら聞いたり、全然、うん、え、もう自由に使って時間。全然、いや対応力がすごいじゃないですか、弓木さんって。あ、本当ですか、うん。え、で、どうしろと。これを対応できる。これね、これ今のを生で見れたんだよね。なんかすごい、なんか発言力っていうか、そういうのがすごいなと思ってて。嬉しいです。でも実はめちゃくちゃ、あの、うん、今日も本当可愛い子大好きで、あの見ると、うん、あの目線合えないので、ずっと下向いたりとかしちゃう。めっちゃ合ってます。合ってないんですよ。本当に。合ってないのか。合って。これからじゃあ親睦を深めて、この短時間でぎゅっと、みんなで一丸となっていきましょう、うん、いや、うん、我々入れなくてもいいから、うん、これだからさ、やっぱりこうしたお仕事をしてる人の特権じゃん、好きな人に会えるって、うん、はい、ファンの方もたくさんいるけど、うん、はい、その中にやっぱ演者同士の特権ってあるから、うん、こうして実際お会いできました、うん、まあそのサインもそうだけど、うん、他にもなんか実際に会ったからこそなんかお願いできることとかって、うわー、ツーショット撮りたい。あら、いいんですか。あ、ね、それはね、私もだって、あなたさ、はい、黒崎さん、はい、最近一番テンションがあったこと、うん、2年経ってやっと駐車場が上手くなりました。興味ないやないかい。何、駐車場が上手くなるって。あの車の免許取ってるんですけど、ね、そうなんです、ちゃんと駐車が上手くなったんですよ、うん、全然テンション上がってねえじゃん。いや、本当だ、嬉しいです、本当に。本当ですよ、注射難しいもんね。難しいな。親があんなスイスイ入れてたから自分もうまくいくかなと思ったらとんでもない話だよね、はい、もう釣りました。ああ、するよね、うん、そうなんです、しょうがない、しょうがない、はい、ツーショット撮る。え、じゃあ5ショット撮ります。5はいらない、じゃあだって2は、じゃあ2に価値があるんだ。5と2と3とかどうですか。え、めっちゃいいです。いやいや、5は撮るじゃん、どうせ。5は飲みそうのよ、後で。じゃあ撮ったわけだから、ね、いいよ。いいですか、逆に撮ってもらって、ね、お願いします。いいですか。じゃあ曲中にでも終わった後にでも、はい、ね、撮りまして、さんありがとうございます。広いところでやばい、撮ってください。ありがとうございます。じゃあね、緊張する。あ、ごめんなさい。じゃあドライブ行ったりしてるんだ。あ、もう行きますね、湘南とか、海とか。はいはいはい、ね、メンバーのことも載せてくれるもんね。なんかメンバーで免許持ってる人が私しかいなくて、黒崎しかいなくて、早く取れよって思ってます、みんな。あっちの海辺なんかでも行っちゃうとさ、はい、もう週末の鎌倉とかこんな混むんだみたいなことになるでしょ。人多すぎますし、すごいよね。なんかカラスに餌取られますね。え、カラスに餌取られるんだ。はい、取られる。でも餌ならカラスが食べていいんじゃないの。あ、確かに。え、餌を持ってたの。あ、違います、自分の食べ物は餌って呼んでる。お弁当を持ってて、うん、それをカラス目線だったら餌だね。それを全部取られるんですよ。はあ、だから危険です。湘南は危険。はい、大変な。そんな危険なところだったんですよ。はい、入っていいな、はい、入っていいわ。じゃあね、まあ、最近やってしまった失敗、あれ、朝原さん、これ大変ですね。はい、
盗撮してる人を注意したら追いかけられて怒鳴られた。え、そうなんです。この話、この前つい最近の話なんですけど、うんうん、もうその日はリリースイベントがあって、はい、メンバーとその後遊んでもうめちゃめちゃいい日だったんですけど、うんうんうん、帰りの電車で盗撮してる人を見つけてしまって、はいはいはい、もうそれ自分に違う人に違う人を撮ってて、なんか嫌じゃないですか。自分が無視されてたら嫌だから、うんうんうん、もうなんか今日注意してやろうと思って、いわゆるなんかそのスカートの下に手ちょっと伸ばしてとか、いやもうめちゃがっつり普通に撮ってて、もうバチ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 って、許せない許せない、そうなんかどういうことと思って、はい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 、なんか嫌だったから注意してしまったんですよ。まあでもその後怖くて2車両ぐらい逃げて、もう一駅降りてもうタクシーで帰ろうと思って、そしたら追いかけてきて、怖いね、なんかみたいなのになってきて、おじさんですね、眼鏡かけた、なんかなん。何名誉毀損がなんちゃらなんちゃらみたいな、俺撮ってねえんだよ、嘘、でもさ写真撮ってるやつって分かるもんね、自分を撮ってるやつも分かるし、そもそもすぎる、分かるじゃないですか、で嫌だったから言ったら追いかけられて、その後号泣しながらタクシーで帰ったんですけど、怖い、めっちゃ怖い、そう都会が怖くなりました。どこ出身ですか。私静岡県出身で、めちゃめちゃ平和だったんですけど、棚田の毎日だったもんね、はい、そう、はい、なんかねちょっと男の人に救いを求めてください、それ駅員さんの前のね、そしたらファンの人も一人じゃなくて、その周りの人頼りなって教えてくれて、学びました、人生、そうね、はい、すごいまっすぐな人なんですね。この人変なんですって言ってね、人集まってくれるから、変なおじさんみたいな、本当だ、気をつけてね、はい、注意しよう。じゃあね、続きまして、黒崎さん、最近やってしまった失敗、衣装を忘れた。はい、その日ライブがあったんですよ、最低、衣装地持ちなんですよ。あ、それね、なんかビッシュさんシステム、ね、預けられるんですけど、なんか臭くならぬ前に持って帰るみたいな、だからちょうどあれだったんで、遠征、名古屋遠征してたから全部地持ちで、衣装が、洗うのは自分なんだ。なるほど、そうですね、預けられること、それが洗ってくれるわけじゃないんだ。そうです、で自分で洗ってで、持って行こうとしたら、まあもう本番1時間前、1時間前ぐらいに衣装探してもなくて、預けたと思うんだけどってマネージャーさんにぶち切れたんですよ。ちょっと私じゃないんだけど。そうです。私なんだけどないじゃないですか。何したんねんって言ったら、大事なライブのね。そしたら私が忘れてたです。うわ、忘れてたです。はい。それでメンバーに土下座して違う衣装で出させていただきました。他の衣装もなかったから、その事務所からマネージャーさんが届けてくれて、それも本番の1分前とかに届いて、大急ぎで全体機で、うわ、でも来て、うわ、でもごめんなさいって、でもシステムね、預けられるけど洗ってもらえないっていうシステムを変えればね、そうなんですよね、なんか銀貨3枚で洗ってもらえるお金払うなんかね、やればね、確かに、でそのそういうシステムのアイドルさんやっぱ忘れるよね、忘れちゃいます。次回からちょっとそうしていただくように交渉します。銀貨システムで、はい、あ、なるほど。じゃあ続きまして、まあ、ハマっているもの、もう朝原さんはもうね、乃木坂、はい、まあ、全体も好きなんね、乃木坂そのものも好きで、はい、カメラ、サウナ、まあでも乃木坂が好きでしょうね、なんかほらライブ見に行ったとか、なんか思い出話とか、直接本人にしかできない話でも延長でいいですよ全然。でもそれこそ、全国ツアー、夏の行きたかったんですけど、私たちも夏フェスとかいっぱいあって行けなくて、3日目、神宮の3日目の配信だけ見たんですよ。おー、はいはいはい、超楽しかったです。よかった。一番好きな曲は何なんですか。うわー、選べない。適当ですよ。なん適当。適当。私17分間が好きで。あやだ。すみません。あやいるわ。あやなんでしょ、だから、正直。いや。まあ、まあ、あやっていう背骨がいて、その周りを取り巻く大事な存在としてユミキさんもいらっしゃいますよってことね。小川あやでユミキなど5文字一緒ですけどね。本当だ。ほら、こういうのが見たかったでしょ。どうですか。生で聞けたね。すごい。対応力。ちょっといい。5文字。そうです。押すなら。はい。あ、すいません。ごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます。でもまあ本人前、目の前にすると聞きたいことも忘れちゃうんね。うん、あんなことこんなこと喋ってみたいってあっただろうけどね。
でも私もこの対応されるのが本当初めてなんで、うん、ちょっとなんかどぎまぎしちゃいます。どうしましょう、俺ら普段から緊張しようか、ゆみさんに。なんで？いや普段から、いやそれは困ります。慣れるじゃん。うん、はい、なおちゃんだ。毎週のように言ってたら慣れるし。じゃあ、ソファーとか、なんか始まる前の3分前までぐらいは、それやっといたくれたら、うん、嬉しい。なんでも。じゃあね、続きまして、黒崎さん、ハマってるもの。ネットフリックス、グッドドクターやワンピース、ハマってますと、うん。はい。グッドドクターって、日本のドラマだっけ？いや、映画。映画？間違えました。海外の。海外です。連ドラ。そうなんですか。そうです。なんか、医者の物語です。おもろい？めっちゃ面白いです。なんか自分も医者になりたいって思います。グッドドクターって直訳していい医者だもんね。そうです、そうです。めっちゃいい医者の話。その医者さんは自閉症なんですけど、うん、ほうほう、自閉症なりにこう頑張って、医者になるって患者の方をいろいろたくさん自分の方法で救っていくっていう、めっちゃ面白い物語があるので、ぜひ見てほしいなと思います。海外ドラマネットフリ好きでいつも見るんだけど、あ、本当ですか？なんか新しい開拓できなくて、年取るとね、うん、はい、補修的になって昔見たやつをもう一回見直そうとかになっちゃうのよ。あ、じゃあタイタニックとかいいですね。見たことある、映画館で見てたわ。そんなもん。あとワンピースもハマってます。あ、実写版のね、はい、いや実写版じゃないです。え、あ、アニメの方。アニメです。もうサンジが今仲間になったところです。あ、結構序盤じゃないの、サンジが。はい、まだ 3,4 話目です。コックさん。コックさん、あ、はい、スープ作る人。スープ作る人でしょ。そうです、そうです。ね、はいはいはい、あの人か。誰が会ってんのかよ。いや、誰がいたかなと。そうですね。俺もでも、ワンピースはまだちょっと勉強不足なところあるんですけど、はい、周りからのいろんな声を聞いて学んではいますから。あの漫画の方は見てますか？あ、アニメじゃない。見てないです。アニメです。あ、じゃあこっからだ。あのね、和の国は熱いよ。あ、本当ですか？みんな言う。みんな言うから。和の国。俺知らねえんだけど。みんな言う。何のこっちゃ。楽しみ。それ。見てみます。一回じゃあ曲の方を聞いてもらいましょう。じゃあ曲紹介お願いします。はい。はい、この曲はライブでめちゃめちゃ盛り上がれる曲になっています。ビールジャップルでビバナツサンシャイン。はい。続きまして、ちょびちょびっとね。もうちょっとだけアンケートの方伺っていきたいと思います。でも、もう乃木坂の話ばっかり書いてるから。すいません、好きです。この秋楽しみにしてることを伺ったんですけど、うんうんうん、乃木坂さんのリアルミーグルに当たったから行く、はい、行くと。おー、はい、おー、おー、そうです。リアルミーグルって何？会える。あ、リアルタイムミーグル。リアルタイムって何て言うんだろう。直接オンラインじゃないやつ。あ、へー、握手会的な、うん、に近い、はいはい、握手はしない、対面してお話ができる、うん、そうです。あ、じゃあリアルミーグル、どなたのレーンというか。小川彩ちゃんに出たよ、ね、会いに行きます。そうですね。じゃあ遠目で由美さんも、じゃあ、ね、そうですね、浅田さんとお会いできるかもしれない。そうですね、私も、まあ、いるかなって思ったらちょっと覗きには行きます。次のシングルで絶対に由美さんに応募します。そんなことあります。そんな好きじゃねえのかな、これ、ね、ちょっと気づきました。私も少々気づいております。でもまあ全箱推しっていうね、はい、一個基準があって。本当に嬉しいです、乃木坂を好きって言ってくれて、ね、本当に嬉しいです、ね、ありがとう。私のことは嫌いになってもってことだもんね。いや本当にだから生写真持ってきてくださいっていうのも嬉しいですし、そうですよ。なんかこんなにやっぱなんか純粋な乙女がなんか横にいるだけでも私は嬉しいです、うんうん、ああそうですか。かわいい、かわいい。何言ってるか全然わかんないでしょ。なんで結構一生懸命喋ったのに。ただかわいい。一方黒崎さん、この秋楽しみにしていること。はいはい。小さい秋を聞く季節。はい、お前も何言ってんの。小さい、小さいよ。あれあるじゃないですか、小さい秋。はいはいはい、あれを聞く季節です。うん、あれをお前もか。あの結構やばいんですよ。みたいね、結構語彙力ないくて。あ、そうです。さっきりんちゃんに、はいはい、なんかゆみきさんと話せるのちょっと楽しみみたいな、うん、ここの会話を見てみたい。混ぜるな、危険が。そうらしいです。あなたちょっとほら小さい秋でも聞くっていうよりはそんな人頼みじゃなくて、うん、はい、自分で歌ってもいいわけじゃないですか。小さい秋を歌いたくなりますみたいな季節の感じでもいいじゃないですか。自分の歌は嫌で。ちょっと歌ってみます、ね。はい、小さい秋いきます。どうぞ、うん、
小さい秋、小さい秋、小さい秋、見つけた。いや、終わんねえ、終わんねえ。これ誰かさんがいるじゃなかったっけ。小さい秋の A メロって何でしたっけ。 A メロとかあんま言わないんだけど、か誰かさんがじゃないの。いや誰かさんの誰かさんのだと所有物になっちゃうから、フレーズそこのフレーズしかわかんない。あんまフレーズって言わないの。誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋、そうだ、わー、全部それが多分誰かさんが小さい秋を見つけたってこと。そうなんですよね。だから第三者の話なんだよね。だからそれしか情報がないんだ。お前は見つけてないんかいっていう。はい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 。2番は2番ない。2番あるよあるよ。なんだっけ、2番はね、冬冬になんない、小さい冬ってこと。いやいや、行かない行かない、そんな季節は巡らない。あ、じゃあ夏かな。飛ばしたね、飛ばしすぎか、飛ばしすぎだね、怖いね。難しいけどちょっと怖い、怖いアンケートでしたね。全然じゃあ小さい聞いてないんだっていう。聞いてねえじゃん、全然聞いてないな。まだ秋じゃないから、うん、ちょ秋感じたら聞きたいなっていう。めっちゃ秋ですよ、暦の上はゴリゴリの秋です。これは確かに混ぜるとこうなりますね。さあ、じゃあここからは10月16日にリリースしたセカンドミニアルバム「アップルボビング」についてお話を伺っていきます、はいはい、どんな作品になりましたかこちらは。いや、もう全部で8曲入ってるんですけど、まあまあ、3形態に分かれていて、うん、メンバー9人いるんですけど、うん、3人ずつの写真のジャケットになっていて、うん、もうめちゃめちゃ可愛い曲から、うん、切ない曲、うん、もういろいろ入っていて聞き応えのあるアルバムになっています。うん、はい、どの携帯なの2人は。私はタイプ A で、うん、黒崎はタイプ B で、うん、今このセールスを競って争っているんですけれども、ね、3人のユニットで、うん、はいはいはい、で勝ったらユニット曲をもらえるのと、うん、なるほど、 MV の制作権もらえるんですけど、負けたら駅伝、うん、フルマラソンで 42.195 走んなきゃいけない。きつくない？何人で？3人で 10キロ以上じゃん。はい、きつっ。嫌なんです。嫌なんですそれは。でも負けられないんだ。はい、なので今敵なんですけど、バチバチでバチバチで頑張ってます。きついな、これはきついぞ。それはもう動画も一切何にも撮らない。いや、さすがにそんなプライベート駅伝さすがに撮っては欲しいです。そうですか、確かに撮らないと、うん、見せなきゃ。本当の罰ってそういうことじゃないですか。いや、そこまで厳しくないです。そうか、はい。それは頑張らないとな、うん、はい。でもリリースイベントも残り、うん、今日終わってもう残り2回なんですけど、うん、明日ね、黒崎は私川崎です。川崎、あの3カ所に分かれてるんですけ ど、うん、黒崎が川崎で川崎、うん、私は名古屋に、名古屋まで。もう一人の人たちは大阪に行きます。これじゃ力の入れどころだ、ここ大事だ、はいはい、山場だ、うん、本当に、はい、明日が結構大事かもしれない。いや、明日1部2部3部あるので、1日中そこで決まります。はい、絶対嫌だね。絶対嫌だ。絶対に嫌だね。過去に一回100キロ駅伝をしたことがあって、このメンバー全員で。いや、そうです、メンバー9人でリレーしたんですけれども、はいはい、もう嫌だって言っていたのに、またまたまた駅伝大好き。事務所の上の人で駅伝大好きな人がいる。います。いますね。あ、だからだ。だからなんか苦しい顔を見て喜んでます。ほら、嫌がるとこ見たいみたいな。そうなんですよ。やばいな、負けらんねえな、これは。嫌だよね、その長時間走る景色も大して変わんねえ、淡々と苦しいだけっていうのがね。はい、うん、もっとね、違うのでもね、見てみたいですけどね。24時間対抗ジェンガとかね。うん、とかそっちがいいです。いや、意外としんどいと思う。きついと思う。絶対きつい。きつい。スリーポイント連続、うわ、50本とか。50本入るまで帰れません。50本なんか無理決まってるわけじゃん。確かに、絶対無理か。無理です、そっちのが長引いてる。無理ですね、確かに。メンタルやられそう。すげえわ、うん、これ、ライブとかでもいろいろと歌ってる曲、はい、盛り上がるのはどの辺ですか。先ほど流れたビバナツサンシャインとか、ビバナツサンシャインも盛り上がりそうだもん、ね、あと冬色センチメンタルって曲が結構切ない曲なんですけど、うん、もうファンの人はイントロが流れたら、うん、よっしゃーって言ってます。来たーってなります。冬メンタル、はい。あと1曲目のめっちゃちっちゃラブって曲が、めっちゃちっちゃラブ、めっちゃ可愛い曲で、めっちゃちっちゃラブ、
あ、これ、これです。これ？はい。イントロこんな感じなんですけど、サビになるとまた結構変わって、うん、かわいい感じに。サビも振り付けがとっても可愛くて、うん、ぜひみんなに覚えて踊ってもらいたいなと思います、うんうんうん、でもこれでも本当リリース、あのリリースじゃねえや売り上げ順だったらさ、うん、本当各所で明日散らばってさ、はい、お願いします買ってください、ね、はい、もうそうです、うん、お願いします、お願いします、負けちゃうんですっつって思いが違うよ ね、うん、ね、やったほうがいいんじゃないの乃木坂も、そろそろいい加減、やりたいですよ、もちろん、なんかやりたいんですけど、うん、誰があの取り仕切ってるんですか、私たちのそういうの、いや、それ罰を、罰、うん、え、罰やりたいの、鉄パイプでスネプ殴られるとか、そんな、ま、負けたグループめちゃくちゃ痛い、はい、じゃあ言ってみますね、コノ、うん、さんに、コノさんに、ギリギリ好きそうだもん、きつめな罰をお願いします、わかりました、言ってみますわ、うん、ね、でもヒット祈願でバンジー飛んだりとかありますもんね、ありますね、確かに、あ、意外とやってんだね、そういうの、ね、私もロッククライミングやったりとか、どうでしたか、ロッククライミング、あの真夏だったんで、しかも私一回失敗してもう一回その足でやったので、あのしかも次の日の次の日北海道のライブがあって、あざが足中にできて、ほんとシマウマみたいになってました、シマウマ、シマウマなんだ、ちょっとロッククライミングです、ね、大変なことはね、え、どうしたの、ちょっとなんかごめんなさい、ほんと調子乗りました今、シマウマはちょっと選ぶ動物が、シマウマ選ぶのはちょっと違ったな、パンダにしとけばよかった、そうだね、すいません、そういうことだよね、危ない、こちらジャケット写真の仕上がりは、あ、これだからタイプ別になってたりとか、うん、はい、全体のやつもあったりとか、はい、あ、サブスク、うん、も解禁してて、いろんなとこで聴けるのでぜひ聴いてみてください、あら、お願いします、おー、おー、うん、ちょっと見てみよう、持ってきてくれたから、わ、カラーのやつ、おー、うん、こんな感じに、うわ、パステルだ、そうです、めちゃめちゃ可愛い色合いになってて、あのリンゴなのでリンゴ持ってます、みんなで、本当だ、タイプ A が朝原さん、はい、黒崎さんが B です、 B です、うん、これ難しいよね、だから全種類集めては欲しいけども、そうなると自分のチームの有利性がっていうのがあるから、そうなんです、3枚買うなら自分のチームの3枚買ってくれた方がまだ勝負には勝てるのかね、うん、難しいところだね、そう、難しい、ファンの方も難しいところなんですけれども、これ中間発表みたいないんだ、めちゃめちゃあります、もう何回か結構やってて、今のところ A チームが勝ってて、B と C が接戦、うわ、もう僅差で、じゃ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 、もう本当にどうなるかわかんない、なんかもうチュッパチャップスとかつけるしかないんじゃないプレゼント、うん、死ぬくしかないよ、何でもキャラメルでも、これは頑張ってほしいね、結果とかは YouTube とかで見れるの、結果は毎月定期公演やってるんですけど、なるほど、その定期公演で発表になると思います、これ行くっきゃないってやつだね、うん、はい、なるほど、絶対楽しいなんだろうな、駅伝も楽しみですね、自分、うんうん、皆さんぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします、さあということでいろいろとお話聞いてきましたが、そろそろお別れの時間です、今後の予定など聞かせてください、はい、10月16日に発売しましたセカンドミニアルバムアップルボビング、イエーイ1曲目のめっちゃちっちゃラブ今も流れているんですけど、うんうん、TikTok キャンペーンというのをやってまして、うんうん、このめっちゃちっちゃラブの音源を使ってもう一緒に踊ったり画像とか動画とか編集したり、うんうん、何でももう音源を使って載せてくれたらプレゼントがあるっていう今企画をやっていますので、皆さんぜひ音源使って投稿よろしくお願いします、11月の7日までやってますのでチェックお願いします、はい、そして私黒崎奈々子人生初の冠番組11月29日に放送になります、黒崎奈々子の私を野球に連れてってがニコニコチャンネル YouTube で生配信されています、イエーイ、ニコニコチャンネル入会するとプレゼント企画など参加できるのでぜひチェックしてみてください、うん、そして、うん、黒崎奈々子2024年卓上カレンダー発売決定しました、イベントを決定していて、うん、2023年11月11日土曜日19時から渋谷の HMV&BOOKS 渋谷5階にてお渡し会するので、うん、ぜひゲットしてください、ゲットしてください、お願いします、あとは明日イベント、はい、はい、明日名古屋とか分かれて川崎とか、はい、大阪でやってます、はい、皆さんぜひ
負けたく、負けて駅伝走りたくないの です、うん、CD ゲットしてください。はい、よろしくお願いします。川崎来てください。川崎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 究極すぎる。なんか必死だよ、しょうがないじゃん。マジでやりたくないんだもんね。もっとなんか周りくどく会いたいなとか買ってください。結果をね、出さないと会いたいです。みんなに待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、サビの振り付けがとっても可愛い曲になっています。ピールジャップルでめっちゃちっちゃラブ。はい、ラジオネーム三平なんでそんな愛してるんだけど、チーム負けましたっていう。ちょっと笑っちゃった。慣れすぎちゃって。慣れないでくださいって三平ね、うん。78センチの大ナマズです。唐揚げにした写真もサービスで送ります。本当に超でっけ。うーわ、これ相当ですね。78センチって相当でかいよ。唐揚げの写真、ナマズしか釣らないのかな。釣れちゃうんじゃない多分ナマズが、うん、他のを狙ってて。ナマズの大きさ比較でタバコ置いてあるけどさ、こいつアメスピスって目かな。すげえな。本当にナマズだ、でっか。すごい。結構あれ78。ナマズで唐揚げなんかうまいの？え、まあ、白身魚だからね、うん、言うたら。ちょっとジューシーさはかけるのかな。ちゃんと泥抜きして。え、どうなんだろう。あんまりそういう解体系やったことないからね。も俺もやったことないよ、ナマズの解体は。ね。ラジオネームイブリン。大学時代応援団で指揮者やっていたので、うん、連盟の卒業アルバムから引っ張ってきました、うん、もう20年前です、うん、今はこの時より 20% 増しです。推しの弓木さんとはたまに画面越しにお会いしています。おイブリン、イブリン、すごいな。イブリンは、イブリン、おお、イブリン、え、イブリン、西郷隆盛とかの時代の人じゃないの、これ。イブリン見覚えあります？あの、あったわ。すごい、目鼻立ちがすごい。イブリン、あ、待って、でも面影あるんですけど、これ、この、まあ、昔ってことだよね。この写真よりも、うん、シュッとしてます、多分今。へえ、なんかもう大仁田みたいな。そうそうそう、髪型もなんか、なんか身長190ぐらいあるみたいな。確かに学ラン着てる、ね、入門時の大谷を見たみたいな。なんか絶対学年集会で一番後ろの席に立たされそうな人みたいな。なんで、なんですごいな、うん、すごいな、パワーあるね、うん、でかいな、うん、ちょっとあったかった、電話してみたいけどちょっと電話の方なんか、え、大勢ですか。え、オゼまだやってます。え、オゼってまだやってます。オゼまだやってる、やってる、全然やってるよ、まだ、うん、もちろんいいよ、予約する、まだ予約する、まだやってるっけ、まだやってんのかって、なんかちょっとびっくりしちゃう。いい、これよりやだ、うん、オゼラジオね、うん、ストレイレイブン、うん、エントリーシートで20社落とされた顔写真、もうすぐ11月なのに就職先が決まっておりません。あ、大変だ。そんな落ちる、そんなね、顔写真で落とすようなことないと思うから、勇気ある一枚だな、これはな、ストレイレイブンは。え、メガネの度合ってんのかな、すごい、なでもこのこれさ、メガネ外したらあれ意外とみたいなパターンじゃないの、うん、絶対そうだと思う。多分目がすごく悪くてちょっとちっちゃく映ってるんじゃないかなって。そうかな、そうだ、いやいや、まあまあ、いや、でもあのさ、俺ガチでさ、うん、竹内豊さんがドラマで、はいはいはい、真面目な役やるときこういうときあるからね。そうですか。だから俺の激アツフォローをさ、でもね、うん、パーツ悪くないの、顔ちゃんと引き締まって、まあまあ、うんうん、髪型変えたりさ、目クリックリだし、好印象はもう取れると思いますよ。そうそうそう、俺も面接官だったら取るわ。私もよっぽど変なこと言うんじゃない、うん、多分ちょっと弓木の面接してみるで、アバンコ変えたり、あ、いいですよ、練習してみる、はい、
それでそこにあるかもしれない、落とされる理由が。そうですよ、ね、京都だってことです。あ、お、じゃあこっちからも声聞いてみたいもんね、うん、ね、パッと見では全然落とされる理由これじゃない、実直に働いてくれそうなね、うんうん、すごい真面目な人だなって思う。面接のやり取りに問題があるのかな。絶対そうと思う、うん、なあ、うん、気になるな。もしかするとさ、そこから合格の糸口を見つけてもらえるかもしれないしね、こういう練習の中で。あと緊張しいなのかな。写真だけでいいの。ごめんなさい、声聞いてみるんだから一旦な、うん、どんな声。そうだね。で、ゆみきさん面接官になって、うん、まあ、一般企業のよくありそうな質問を投げかけてあげてください。だから入った理由、入試した理由。あ、入ってきた。入試っていうか、うん、志望した理由。当社を志望した理由。はいはい、あ、来ました。じゃあもう早速失礼しますから、はい、もう入試始まりますからね、はい。はい、お願いします。入試じゃねえ、面接。次の方どうぞ。失礼いたします。どうぞ。こんにちは。こんにちは。まずはあなたのお名前は言わなくていいです。志望理由をお答えください。はい。私が御社に志望した理由は、すいません、タイムラグがあって、何なのかよく分かっていないんですが。わかった。落ちる理由見つけました。何？落ちる理由何よ。今のでわかる。はい、この方まず最初に失礼しますっていう時に、うん、スーで止めなきゃいけないね。違う違う、ゆみきさん、ゆみきさん、まずこの面接をされるっていうのを知ってないんで。そうだよ。タイムラグがあるからこいつ分かんないで。ようこれコンコンってやったよ。そしたらすげえわ。ギリギリタイムラグで追いついた情報だけで、あ、面接されんだなって。じゃあ受かるわ。受かるわ、こいつすごいわ。すごいよ、対応力が。タイムラグ面接ちゃんと対応できたんだからさ、うん、だって普段の会社の面接なんてタイムラグないでしょ、うんうん、そうですね、まあ、そもそもエントリーシートに20社以上してるので、面接にまで進んだことがもう覚えることしかないんですが。本当になんでかわかんない。でも、この写真と声めっちゃ完全一致するわ。うん、俺も一致した。一致した。もしかしたら、一個だけ質問していいですか？はい。緊張しいですか？そうですね、今もめちゃめちゃ緊張しているんですけれども。ね、いや、それでも。でも意外とマイク持ったら、結構話さないタイプだったりはしないですか？そうですね、まあ、私、まあ、教育実習とか行った時に、急に、マイク渡されて、生徒が300人ぐらいいる前で話せとか言われたことあるんですけど、なるほど、まあ、そういう時に、まあ、頑張って対応したことはあるので、まあ、そこそこ、喋れる方なのかなとは少し思います。罰逆転あるよ、うん、あ、今追いつきました。ようやく分かった。よかった。そんな追っかけ再生みたいなことあんだ。いや、ラグってそんな奪えるんですか。確かにね、ラグ奪うんだ。はるかの大勢はご存知ですか。あ、すいません、私、9時半ぐらいから聞き始めたんですけど。全部聞けよ。何やってんだよ。いや、最近すぎる。何それ。ゆみきさんが、もう出ていた、ミニライブの、はいはい、解説付き配信の方を見ていて、それで、聞き始めるのが遅くなったんです。ああ。それで、流れがよくわかっていなくて。え、歌わかんないの？はるかの大勢。はるかな、何ですか、それは。夏が来れば思い出す。はるかなおぜ、遠い空。全然知らないですね。食い気味で言うなよ。今のはラグも何にもねえ。食い気味で言うなよ。タレント歌ってるんだぞ。タレント追い越しちゃったから。戻ってきてくださいよ。もう、本当に。すごいね。この人、でも浮かれそうだけど。なんかね、魅力的だけど、ね、すげえ。ちなみに、はい、どういった種類の、お仕事をされたいんですか、うん、本来ならばね。それこそ、まあ、ラジオのお仕事に関わりたいなと思って、いろいろ受けたんですが、うん、まあ、そこはあまりご縁がなく、うん、まあ、それからいろいろ職種も変えて受けてみたんですけれども、うん、結局、まあ、どこも受からず、まあ、どうしようかなという状況ですね。大変だ。でもね、でも一番やりたいことを、ね、突き進んでほしい。そうだよね。ラジオじゃ各社なんかもね、送ったりはしたんだ。そうですね、はい。
ちなみにこのラジオもちろんね、そう放送局とか面接の段になったら、うん、どんな番組を聞いてきましたか、お好きですかっていうのは聞かれると思うんですけど、うん、はい、まあ、別に我々の気使うあれじゃなくて、一番この、あの聞き込んでるラジオは誰の何になるんですか。あ、佐久間信之さんのオールナイトニッポンゼロ。切って、じゃあね。あ、じゃあな、切れ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 。おもろ、すごい面白い、すごいな、よう揃うだわ、舵を切るわ、もうそんなんは。面白いですねこの方、うん、なんていう名前だったかな、ストレイなんとか、ストレイブン、うん、あ、でもなんかね、ラジオでね、分回ししてほしいですけどね。そうか、乗船員だわ、乗組員だわ、うん、たくまのみゆき、ラジオネーム怠慢、ポンコツで可愛い、うん、ねえ、可愛かったな、うんうん、愛されキャラ、いや、わかるわかる、うん、ねえ、一生懸命だし、 AD さんとかで入ってきたらね、うん、ちょっといじっちゃう、うん、ねえ、ねえ、すごい、ラジオネーム小寺にこうた、やっぱ五軍みてえなのもいると安心感ある。いや、五軍ではないですね。勝手に決めつけるけど、学生時代は一軍だよ、もちろん。そうですよ、本当に私って言ってたじゃんね。そう。一人それこそ教えてたから、それこそ本当にそれこそ私はって言ってたじゃん、うん、ラジオネームダークレッド、おいストレイなんとか、あんた最高だよ。ほら、人気者になった、ほら、魅力が溢れてる人なんですよね。すごいな、うん、ラグもあれば、ちょうど9時半から聞いてきて、ね、で追い越しちゃうんですから何残っちゃうか、すごいよ、もう全部完璧だった。ラジオネーム徳川家なし、僕は、うん、僕はロゼは歌えませんが、ん、気持ち悪い、はい、はロゼはロゼ歌ってロゼは歌えませんが、高校の卒業式で合唱としてエグザイルの道を歌いました。ぜひとも聞いてほしいです。ロゼってまず、あとまずロゼがなんだよ、自分史上一番漏れた高校の時の写真を送ります、うん、いつもなんか、ほうほうほう、わかります、わかります、こいつがロゼは歌えないの。ロゼってあれですよね、韓国風の甘辛味付けのことロゼって言うんですよね、多分。知らないけど、うん、かけてみる、毎回かけてみるか、だからもう質疑応答なしで、うん、道だけ歌ってもらおうよ、うんうんうん、うん、で、うん、こっちの判断でもっと聞きたいと思えば聞くし、そうですね、終わろうと思えば切ってもらうし、うん、決めきれないよ、はっきり言うけど、うん、ここで圧倒的な力見せてくんないよ、こっちだってさ、うん、難しいよこれだけいたら、うん、そうですよ、うん、オゼじゃなくて道歌うぐらいでは相当じゃないとね、私、うん、オゼが聞きたかったのに、そうなんだよね、誰も歌わないじゃん、オゼ一番最初の人が、ね、歌ってくれたぐらいです、そうだね、あそこに水橋のとこから聞きたい、そうなんですよ、そこさ完璧に歌えた、あ、もう繋がってるから、じゃあ道からちょっと聞かせてもらえますかね、うん、お願いします。ほら今日も青空です、泣き笑いしたあの時、当たり前は期待に変わる、こんな感じです。え、サビから歌った。あ、はい、我々は A メロから聞きたいんですよ。すいません。で、ロゼは知らないんだよね。あ、何ロゼって。すいません、あの、オゼを、あの、変換ミスでそのまま送ってしまって。オゼは知らないの。オゼ、はい、すいません。オゼ知らないか。はい、水場所を聞きたかったな。なあ。うん、カラオケのお箱は何なの、うん、カラオケのお箱は、ゆずの、うん、夏色です。めっちゃいいじゃん、うん、そっちを、そっちを聞きたいよ、そっちを、うん、じゃあちょっと A メロからお願いしていい、ね、はい、切れてる。違う、うん、じゃあちょっとごめんなさい、お願いします。駐車場の猫の首を押し上げて、持たねえと思うよ俺。ちょっとかっこない、いけるいける、大丈夫大丈夫、いける、この一年
道を過ごしていく。いけるよ、多分。何も変わらない。穏やかな街並み。いけるかな。いけるよ、いける。続けてくれ。大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫です。うん。続けて、大丈夫。皆の夏が来たって浮かれ気分なのに、君は一人さえ叶えてるね。そうだ、君に。見せたいものがあるんだ。大きな声で。頭おかしくなる。すごい切りましょう。すごい。でもなんかね、音がね全部一緒に聞こえるっていう謎の現象がなんか、うんうん、天気だけまだ歌ってるみたいだよ。こっちは途切れたけど向こうでは歌ってる。頑張って。上機の向こうで頑張って。天気みたいな。はい、うん、では関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は何て言うんですか。理由読んでみます。西坂東西坂東邸の何だろう。西坂東邸でございます。ごめんなさい。さあ西高東低、すいません、明日の関東甲信地方は西高東低の気圧配置となるため広い範囲で晴れるでしょう。ただ北寄り風の北寄りの風が午後ほど強まりそうです。明日午前の降水確率は東京 10%、 山梨 0%、 明日午後の降水確率は東京 20%、 山梨中西部 0%、 東部富士五湖 10%。 明日朝の予想最低気温は東京16度、甲府11度、河口湖7度となっています。明日の予想最高気温は東京21度、甲府21度、河口湖17度となっています。うん、うん、寒いかもね。そうです。そろそろ衣替えした方がいいですね。ラジオネームドッジボールは常にダイヤ。今度はオゼの録音を送ればいいってことね。わかりましたよ。なんで送りましたよ。録音なんて録音はな取り直すだろう、うん、納得いくまで。そうです、一発勝負なんだから。テイク6とかのオゼ聞きたくないよ、うん、俺らは。テイク1だ。暇じゃねえんだこっち。本当にワンテイクですよ。本当にいなかったな、あのオゼの。え、なん、あれ難しいのかな。いやいや、勉強不足じゃないですか。だって私たち合ってましたもんね。合ってるよ。聞きたいね。本当ね。ラジオネームストレイレイブン。先ほどお電話ありがとうございました。うん、歌のくだり分かってきました。今？中学の合唱で金賞を取ったコスモスなら歌えます。ダメだよ。コスモス。光の声が聞こえるな。ダメだよ、コスモスは。絶対盛り上がる。いや、もうまあ最後なんで、じゃあ、ゆみきさん、正しい大勢を、はい、まあ、残り時間短いですけども、ちょっと聞かせてあげてください。水場所の花が咲いている。咲かなかったか？その先、その先、その先。え、その先知らないぞ。